ドルホビチ・ウィンクラーは、ドイツ系のロシアのピアニスト、作曲家、音楽教育者。ハルキウに生まれた。1887年に、ハルキウ大学で法学を治め、また、ロシア音楽協会が運営する、ハルキウ音楽学校でピアノを学んで1889年に、卒業した。その後も、パリで、アルフォンス・ディウベルノは、ウィーンで、テオドル・レシェティツキに、 ピアノの指導はオぎ、ウィーンでは作曲を学ぶためカレルナブラティルにも指示した。1890年から1896年にはピアノ科の教授として母校の音楽学校に戻っていた。レシェティ付きの推挙によりサンクトペテルブルク音楽院で教鞭を取るようサンクトペテルブルクに招かれ、1896年から1924年の間に 同校のピアノの講義を受け持ち、1909年に教授となった。若きセルゲイ・プロコフィエフは1905年から彼の生徒の一人であった。1907年からはドイツ語の新聞、ストリート・ピーターズバーギッシュ・サイトングで音楽評論を行った。サンクト・ペテルブルク音楽院の多くの教授陣に、同じくウィンクラーもニコライ・リムスキー・コルサコフが率いた。 音楽家の創作団体であったベリアー・エーフ・サークルの一員であり、これが彼の作曲スタイル影響していることは間違いない。1924年にフランスへ移住し、1925年からはブザンソンのフランシュコンテ大学の教壇に立った。同地で没した。数曲の歌曲を別とすればウィンクラーは、気楽曲のみを書いており、とりわけピアノと質な医学への楽曲が特筆される。 スペイン起草曲やバレエ、ライモンダなど、ミハイル・グリンカ、アレクサンドル・グラズノフ、リムスキー・コルサコフラの多数の作品のピアノ編曲を残しており、アレクサンドル・スクラービンの還元楽曲も同様に編曲している。注釈出展。ありがとうございます。